どうもレバ刺しです。尺の都合で画像を表示させながら喋らせていただきます。作るときは音量をゼロにして作ってね。皆様からの応援と支持があったおかげで本日の投稿で作り方200曲目に突入いたしました。200曲記念ということで簡単ではありますがオープニングをつけさせていただきました。現在レバ刺しチャンネルでは複数の実況者で動画を作っているのですが、動画の後半までたどり着かないと誰が担当したかわからなくなっていたので実況者の顔がわかるようなオープニングにしました。それぞれが実際にマイクラで使っているスキンを見ながら作ったもので全員分のドット絵を用意しました。そちらも気にしてみてください。そして今回の曲は以前作ったナイツオブナイトのロングバージョンの作り方になります。時間に間に合わなかったので先に演奏のみの公開とそして作り方とで分けさせていただきました。先にこちらの作り方動画を見られた方は演奏動画を探しているかと思われますので今出ている右上のアイマークから演奏動画に移動できます。オリジナルではラストが少しずつ音が小さくなり最後だんだんフェードアウトするのですが今回は少しだけアレンジさせていただきました。 DTM されている皆さんはラストの部分をアレンジしているようなのでそれと聞き比べてみてもいいかもしれませんね。この作り方動画は一度投稿した動画の再生数が3万再生を超えたものはロングバージョンでリメイクすることになっています。今までに投稿してきたあの曲ももしかしたらロングバージョンができるかもしれません。再生数を増やす簡単な方法は評価のボタンの隣に共有というボタンがあります。これでたくさん共有をしてもらえると再生数が増えます。あの曲のロングバージョンが聞きたいなという場合はみんなでその曲を共有していきましょう。では作り方の解説です。緑は草ブロック、25から32までのピンクは氷塊ブロック、65から72までのピンクは粘土ブロック、左の回路のオレンジはウールブロックで真ん中の回路のオレンジは木のブロックです。この回路は機種により上手くなる場合とカクカクになる機種がありますのでまずは真ん中の回路から作ってください。作ってみたけどカクカクしないよという人はドラムパートである右の回路を付け加え、それでも余裕がありましたら左の回路を作ってみましょう。1月にアナウンスさせていただきました企画もただいま準備を進めているところでございますので、3月には新しいシリーズを見ていただくこともできるかと思います。どうぞ皆様これからもレバ刺しチャンネルの作り方実況で楽しんでいってくださいね。音ブロック演奏は疲労回復に効果があり、疲れた体にリラックス効果と癒しを与え、毎日を生きる活力になるとも言われています。リクエストルールの動画を作りました。作ってほしい曲を一覧表で確認の上コメントに記入してください。ご視聴ありがとうございました。